ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダツやっていきましょう。はい、いやー、ヒエラ先輩上がってんね。お、すごい、評価765、ナムコ。いや、一緒に毎回だってモルダウで稼ぐたびにガッツンガッツン上がってたもんな。まあ、仕方ないわな。はい、でみんなのね、もう状況が、あ、私19になりまして、はい、でこうもね、月森くん17でしょ。で青木正幸とアキラがもう四季の冬練習してるんですよ、レベル18の、うん、レベル18の練習してる中、月森くんはレベル10の曲を練習してるんだよ。もうまずいな、このレベル1差でもうずんずん差が開いていってしまうんだよ。もうこれはアキラを入れるしかないよな、やっぱりきついね。で森尾もこれ練習してるし、四重奏、我らが森尾もレベル上がんなくなってしまったな。でこっちも、あ、カジ君17になってマス練習してる。あ、いいよ。いいよ、カジ君。カジ君マス参加させるか、これは。ね、トマルもいるけど、まあ、やっぱりカジ君入れようね。トマル。トマルも一回組んだしな。いいだろう、もう。うん。弟子は一回、うん、突き放そう。はい。ケイチ君20になってる。冬練習してるよ。もう、運命が分かれたな、レベル17と18で。はいはい、あ、ゆるき先輩ももうこのままだ。停滞してる。やっぱ17と18で大きな差が出てしまったね。もう仕方ないな。うん、どことの分からん人たちと組むしかないな。翔子ちゃんはちゃんと18になったんで、翔風が練習してますね。助かるわ。トランペットがまずいんだよな。一番仲間になってて一番高いの檜原先輩なんでね。このもう榎本京介と木崎博夫を仲間にするしかないのか。あ、でも榎本京介主人公の技術レベル18以上で聞かせばいいのかな。あー、じゃあ今私19だからいける。よし、榎本を探すぞ。檜原先輩すまん、私は榎本京介を入れるぜ。でこっちはあきちゃんがレベル20になってて、土浦くんが16でもう練習するもんがない。はい、行くしかない。どこの誰だか分かんない、うん、榎本京介と僕は思い出を作っていく。ああ、そうだ、土日か。今日は清水と練習の約束をしています。はい、清水くんは、ああ、小風画とかできる、やったー。これはでかいんだよな。マスはもういいや、一人で完成させよう。小風がトタンチョ行くか。ちょっと待って、諸人が最下、マスが精霊ってことは衆生を開けたい。ああ、小風がトタンチョ衆生で合ってるじゃない。じゃあもうこれ行くか。これを習熟度ちょっとしか上がんない。やっぱこれだよな、技術上げていこう。うん。あー、でも22になるな。習熟度から上げる、技術から上げる、いや習熟かな、なんか間に合わない気がするから習熟にした方が良さそうな気がする。うん、習熟にしよう。デジャメトロノーム、はい。清水くんとは一緒の練習初めてだね。うん、アンサンブルではしょっちゅう一緒になってるけど。おはようございます、さあ練習しましょう。おお。あ、どこに行けばいいですか。清水くんちに行きたいな。ない。ない。夜でも弾けるという清水くんちに行きたいな。じゃあ、海行こうか。わかりました。それじゃあ行きましょう。清水くんもここ、涼しい顔してるけど、チェロ背負ってるんだよね。転がしてんのかな?はい。椅子まで持ち歩いてるぞ。椅子はまあその辺にあんのかな。うん。その辺のベンチかな。はい、やったー、22も上がった。演奏しながら先輩のバイオ、本当ですか、聞いていたくて。本当ですか。評価上がっていく。先輩、よかったらこの後どっかに行きませんか。
先輩と一緒にいればハーモニーを生み出すヒントが見つかる気がするんです。マジですか、ハーモニー見つかっちゃう、楽しいな。図書館じゃでも音楽、音奏でらんないよね。でも映画館で何かインスピレーションを沸かす、映画見てインスピレーション、あでも映画館行くとゆぬき先輩嫉妬しちゃうかな。俺とだけの思い出の映画館だぞみたいなこと言われながら大丈夫かな。図書館にしとこう。すごく変なところに気を使う。わかりました、それじゃこっちですね。いやひょっとしたら、うん、会っちゃうかもしれないもんね、映画館の目の前で。お前俺以外のやつと映画に行くのかみたいな。先輩座りたい場所ってありますか。いつも僕が座ってる席があるんです。お、そこに一緒に座る。じゃあ僕は清水くんの上に座ればいいのかな。清水くんの膝の上に座ればいいのかな。図書館でここが一番静かな場所だって思うんです。落ち着いて本を読めます。え、あれって誰、誰我、やだ、図書館で一番の美少年だって目つけといたのに。あ、ケイチくんが目立ってんのこれは、ひょっとして図書館で一番の美少年。あんた図書館に何しに来てるって。美少年探しに来てんのか。誰かと一緒に来るなんて初めてじゃない。そんなに目立ってんだケイチくん。先輩どうしましたか。先輩ですって、年上の彼女かしら。徳川先輩どうして座らないんですか。これはやっぱりケイチくんの上に座るしかないな。席を変える、外に行く。気にしない、気にしない。ええ、何でもないならいいんです。じゃあ何か本を選んできますね。ダメ。ああ、上がった上がった上がった、見えないところで上がってる。ああやっぱり彼女なんだ、残念。いいなあの子、綺麗だけどどこか近寄りが、え、近寄りがたいの。こ、あの子ってあれだね、ケイチくんのことか。ケイチくんのことだよな多分。うん、なんだ我のことを綺麗だって言われてるのかと思ったので。席に案内してもらえるなんて本当彼女の特権よね、羨ましい。でしょう。だろう。あれ先輩もしかしてここ暑かったりします。いや先輩の顔が少し赤いかなって。お、よく見てるじゃん。暖房の効きすぎとかじゃないですね。そうですか、大丈夫ならよかった。先輩もこの席を気に入ってくれたなら嬉しいです。あー、ケイチくんも日原先輩に次いでなかなかそういうとこ天然入ってるからな。うん、遅くまで付き合わせてしまってすみません。でも僕今日はなんだかくつろげました。図書館は落ち着く場所だし、先輩の隣っていうのも心地いいから。言うね、さらっとドキッとすること言うね。はい、メール。ケイチ、図書館、シンプル。今日はゆっくり過ごせてよかったです。また先輩と図書館に行きたいですね。あ、先輩ももしお気に入りの席があったら教えてください。お気に入りの席。うん、難しいこと言うな。うん、今度はそこに座りましょう。返信、はい。お気に入りの席か、そんなに図書館って行ったことないからないな。会社の食堂とかではあるけどな。そういうのと一緒かな、一緒なのかな。さあ日曜日、日曜日はゆぬき先輩、ゆぬき先輩弾けるのある。ないんだって。ないんだって。もうどうすればいいのこの人。ちょっとゆぬき先輩もあと1個あげてほしいんだ。もう親密度しか上がんないじゃん、ゆぬき先輩。もうどうするの、交響曲40番の習熟度上げて。もうどうする、もう、私のお父さんでもやる。一気に習熟度が25上がる。すげえ、すげえ、恋とはどんなものかしらとか完成に近づけるか、今更。まあ一応40番やっとくか。技術6上がるしな、一応。悲しいぜ、どうしよう。いや、まあ、何もつかなくていいじゃん。ゆのき先輩なんとかしてほしいな。おはよう、それじゃ行こうか。どこ行くの、もう駅前通り行きましょう。じゃあ、いいよ行こう。
もう湯抜先輩育成計画だな。はい、湯抜先輩が親密度しか上がってね、困ったな。最近また生意気になってきたんじゃない。すいません、すいません、マジすいません。さあ気分転換に付き合ってもらおう。また映画もう映画選択肢1個しかないからな。3作でお願いします。この辺りは気分が落ち着くな。そうっすか。駅前通りの喧騒と違って静かな雰囲気がいいね。季節によって変わる風景を見るのも悪くない、そう思わないか。同意、おおむね同意。お前もそう思うんだね。ま、だからこそまたここを歩こうと言い出したんだろうけど。おお、よかったよかったよかった、燃えた。ああ、セバスチャンがもう来ちゃったよ。空気読まないセバスチャンが。ん、あ、違う、あ、違った。こんな狭い道をあんなスピードで走らせて、ぶしつけな車だね。さて、それじゃあもう少し歩くか。え、ああなるほどね。ああ、お前はこっちだ。フェンスギアを歩いてもらうよ。ジェントルマンですね。お前はどうせよそ見をしながら歩くだろうから、その方が安全だろう。はい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 、さりげない心遣い。じゃあ今日はここまでだな。いい気分転換になったんじゃないか、お前にとっても。それじゃ気をつけて帰るよ。はあ、まあ湯抜き先輩が私にベタポレなのはわかるんですけどレベル上げてくれよ。新鮮な驚き。今日はお疲れ様。気分はどう？僕はとても安らいだ気分だよ。静かな街をただゆっくりと歩いただけなのにね。まあ普段はいろいろ家の関係で忙しいだろうからな。もしかして君のおかげかな。今日みたいな心持ちで練習に臨めたら、いつもと違った演奏ができるかもしれないね。じゃあおやすみ。ああ、メールでは紳士ですねいや、言葉遣い悪くなっても紳士なんだけどね。さあ、あと10日か。じゃあ土日あと1回は挟めるってことか。なるほどなるほど。さあ、あと1曲完成させなきゃな。あー、なんかクリスマスソング流れてる。 We wish you a merry Christmas。 チーズとガチャ。どうよ、1教科目の手応えは。あー、テストなんだっけ。そういえば何もやってないぞ。昨日も散策したしな。定期試験も始まっちゃえば2日間の辛抱だもんね。頑張って乗り切ろう。2日間しかないの定期試験。そんなもんだったっけ。でも月明けはとはいえ、先週勉強会やっててよかったよ。なんとこの前勉強したとこさっきのテストに出たんだ。ふふふ、ラッキー。真剣ゼミか。でも次は強敵の物理、まだまだ難関は続く。うー、つらい。え、物理好きだけどな。あ、土浦くん、カジくん、お疲れ。多分土浦くんもベクトルは好きだろうな、きっと。いや、徳川さんもなんかちょっと久しぶり。そうだっけ。久しぶりって同じクラスだろ。試験の時は出席番号順に座るから、そうすると席が離れちゃうんだちょっと怖いぞカジ君。そうだな、いつも隣だもんな。あ、なるほど。どこでお前ら教科書を持たずにおしゃべりか。試験直前の悪あがきはしなくていいのか。もうここまで来たらどんと来いよ。一応やるだけやったし、もうここまで来たら開き直りも肝心だからね。そういう二人はどうなの、調子。そして、ああ、テスト。うん、気分はいいよ。気分がいい気分がいい。気分いいってなんだそりゃ。そんなにいい出来だったのか。え、だって全力で頭を使うと気分がスカッとしない。スポーツの後みたいにさ。まあ、できる教科の時はわかる気がする。うん、できない教科の時はもうね、そりゃもうね、大物だなお前。好きな教科の時はなんかその感覚はわかる。あ、みんなそろそろ時間だよ。教室戻らなくちゃ。ま、試験も高校生の宿命だ。ぼちぼち頑張ろうぜ。そうだね。じゃあみんな健闘を祈る。試験か。まあ、去年資格試験行ったぐらいだな。どうしようかな。
ゆのき先輩と月森くんってのは珍しいな。行ってみるか。一回でもそっか対立したっけ。やあ月森くん、僕に話があるとか。はい、ご相談したいことがあって。ゆのき先輩は華道をたしなまれるのでしょう。ああそうだね、兄弟でやってるって言ってたね。実は近々祖父が誕生日を迎えるんです。祖父も華道をたしなむので牡蠣を送ろうと思うのですが。ああなるほどな。どういうものを選べばいいのか俺には全くわからなくて。なるほど、それで僕の助言が必要なんだね。喜んで協力させてもらうよ。ああいいね、私も行きたいなそれ。じゃあまずおじい様の好みを聞かせてくれるかい。そうだ、うちに出入りしてる牡蠣店のカタログがあったと思うから今度持ってくるよ。うわーすごいなすごいな、セレブの会話だな。助かります、ありがとうございます。名家の会話だな。とんでもない、おじい様喜んでくださるといいね。今まで会ってきた友達の中でじいちゃんのことをおじい様っていう人は一人もいなかったな。うん、おじい様。あで、そっか、まずはアルジェント。まあもうちょっと楽譜はもうちょっと諦めてるけどね。何かしらアイテムを買っていかないといけないから、もうやっぱり楽譜ないなないない。よし、稼げるメガホンと、いや BP599 だな。メタル買っとくか。メタル2個あんな。まあでもメタルだろう。でアンサンブル 1.5倍。よし、またグーノだ。そういえばプレゼント買ったんだからみんなと会話していかないと発生しないよな。焦るんじゃないぜ。焦ってます。誰かにあげるって怒んないもんな、喋んないと。トラペット吹くとさ元気が出てくるんだよね。それだけか、ないか。さてどうするべきか。ちょっと待って、一旦作戦会議。そうでした、榎本京介を仲間にするんだった。思い出したぜ。みんな俺のことをバカにして、なんだなんだどうしたみんな俺のことをバカにして、じゃあ見返してやろうぜ。みんなバカにするんなら見返してやろうぜ。今の私の曲を聴けばこいつは仲間になるはず。一応マスを完成させるか。マス、習熟度1しか上がらない。使用しない。これを聞いて私の仲間になるんだ。そしてバカにする奴らを見返してやろうぜ。はい、これでよし、榎本京介の仲間になった。お前諸人こぞりて得意なのか諸人こぞりてお前得意なの。いやもう諸人はもう完成しちゃってるから無理だよ。いやでこれでもこれでやっと、あいけた、松風が都誕生。清水くんを仲間に入れます。竹内博道100だな。いやでもまあさすがに清水くんだな。で翔子ちゃん入れて、トランペットは榎本京介完成だ。これで終場諸人最下、終場最下、あと精霊は冬か、あれ冬か冬を完成させなきゃいけないのかあれなんかあれマスどこ行った、マスあれマス作ってなかったっけ。マスあカジ君入れて、清水君入れて、アキちゃん入れて、よしもうケイチ君とばっか組んでるな。まあ、しょうがないよな、しょうがないよなこれレベルがだって違うんだもの。やっとカジ君仲間にできたよ。よし、カジ君、マスは私もうそこそこ上がってるから、マスは上がってるよね。もういきなりアンサンブル練習でいいかな。いい、良さそうだな。でもカジ君がマス全然やってないからどうしよう。勝負がこの辺上げてっか。よし行くぞ。 OK、 方針は決まった。
これで小風がと短調、中熟度これ使えば20上がる。よしいいよ、20上がるのはいいよ。うん、まあまあまあしょうがないしょうがないしょうがない、いいよ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 、まあ、まだ下手だから別に無理にみんなに聞かせなくてもいい。ぬんく16 16だけど使っていこう。はい、お綺麗だ。タンタッ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 タンタデデ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 、いいね、よし、オッケー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 。お、安倍健太郎が仲間になった。安倍健、あでもレベル18、17だ17のやつ上がんないんだよ、すまんな。17と18でもう地獄のような差がある。徳川今帰りなのか、よければ一緒に帰らないか。やったー、月森くんなら土日練習できるあ、いやできないんだ、月森くんできないんだ。いやでも月森くんはもうちょっとで上がるから、土曜日までに、うん、なんとかレベル上げてもらおう。急に冷え込んできたな。予報では今夜雪だったが本当に降るかもしれない。一度だけ雪の日に父と鎌倉を作ったことがあった。へえ、それはそれは無邪気なお子さんだったんですね、月森くんも。あれは何年前だったか、10年以上前のことだ。俺がバイオリンを本格的に習い始める前かもしれない。本格的にってことはもうそっから趣味的なものでは触れてはいたのね。庭に雪を集めて穴を掘って、俺一人しか入れないような小さな鎌倉だったが、懐かしいな。やる？ここで失礼する。何唐突に。いいの？予約しないの土日の。土日ひょっとしてないのかな？ひょっとしてないの？コンサート情報。あとここなんか、あるよな。あるよな。土日あるよな。カレンダーないのこれ。カレンダーってないの？カレンダー。ないな。このゲームカレンダーがないぞ。カレンダーがないな。とりあえず練習曲依頼しとこう。月森くんは練習できる曲はありませんありまてんありまてん。あーもう清水くん完成するね、いいことだ。ゆるき先輩は練習できる曲はありまてん。困ったな本当に。でカジくん、あー翔子ちゃんも完成する。カジくんは、あ、榎本京介もちゃんと練習してる。偉い偉いよ偉い。土浦くんも練習するもんがありまてん。カジくん、あ、カジくんはマスを練習してる。あーでもいいよいいよいいよ、マスをクリアして上がってくれれば。あ、もう18なってんじゃん。え、じゃあ冬練習しなよ。そっちの方が、うん、技術上がるもんね。そりゃ冬練習してくれよ。マスはもうちょっと後でいいわ。うん。よし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 。さあ、あと1日ぐらいいけるかな。うん。あと1日ぐらいいけるかなでやると、行くと、なんか最近すごい重たいイベントが来て、30分超えるんだけどね。あっさりしたのでお願いします。あっさりしている。